久保さん、野球お疲れ様です。まあ、今回は僕は、あの、誘惑にしておきましょうか、誘惑。まあ、鹿児島のあの事務所の家賃が4万2000円なんですよ。で、あの、あと1、2万出すとね、また新築で結構立ってるんですよ。デザイナーズ物件で。で、結構いいんですよ。で、もうちょっと広いし、ん、ま、か、あ、ね、その1、2万ですよね。そう、まあ、どうしようかな、みたいなね。 あの、結構ね、誘惑に駆られた時が何回もあるんですよ。だって、あと1、2万払えばね、あの、なんだ、そういけるわけですよ。で、そ、そこまでじゃあね、東京に行った時は、あの、事務所費用150万ですから、150万に比べたらね、あれなんだけども、1、2万ケチるっていうね。まあ、なんでかっていうと、いろいろ考えても、結局、このスペースがあればいいんですよ。もう、ここだけで物足りるので。<laughs> で広くなくてもここでいいんですよ。カメラとのこの、なんだ、ものの50センチの距離ぐらいあればね。まあカメラがここにあったら、まあ見えない、まあ声だけでもいけるんであれなんですけど、カメラなくても声だけでもいけるしね。場所関係ないんですよね。であるならば、そこの一例えば1万、まあ仮にじゃあ2万円ですよね。6万円出したらもうほといいとこするばいんですけど、じゃあ2万円だったら、年間で24万じゃないですか。じゃあ24万あったら、ね。 GTR の維持費に回せるし、ガソリン代に回せるし、車検に、あの、なんだ、えー、税金に回せ、自動車税に回せるじゃないですか。って考えると、行いかないんですよね。誘惑があってもいかないんですよね。そう。だからその、結局その GTR の固定費も高いんで、あのー、まあ、あれもこれもっていうのね。あれもこれもだと、お金余計にやっぱ余分に稼がないといけないので、ね。<laughs> で、余分に稼ぐのがめんどくさいですよね。うん。で、余分に稼ぎ、稼ぎまくっちゃうとまた税金もあるし、まありますしね。だからこのバランス感覚っていうのが大事ですし。だから自分のやっぱライフスタイルっていうのは、あの、上を見たらキリがないんですよ。よくね、お金持ちになるためにはいろんなサービスを受けろみたいなのあるんですけども、まあ確かにその考え方。 も大事だと思うんですよいろんな価値を受け取ってみるっていうのも大事だと思うんだけども逆に価値を受け取らない方が価値を受け取ったら誘惑になるしなんか例えばそのよくある話が芸人さんでね一発売れてバーンって言ってねすげえ高層マンションに住んでね、えー、家賃30万40万とか住むんだけども、あのー、売れなくなってねそれ払えなくて撤退するんだけどもただそ,のそこにもうその価値に慣れちゃってるからその価値を うんじゃないと満足できない。幸せになれないっていうね。このジレンマなんですよ。収入は下がってるんだけど、その価値じゃないとダメみたいな。だから、もうあの、なんだろうな。あの、4畳半のところに行くともう人生終わったみたいなね。まあ、いや、もともと自分4畳半だったでしょみたいな話なんだけども。だからその価値を、えー、体験することも大事なんだけど、価値を体験しないことも大事だったりしますね。だからこれ難しいですね。まあでも価値を体験したとしても、自分軸があるんであるならば、 あの、ブレはしないんだけども、まあ、みんな自分軸がほとんどないので、やっぱ誘惑に駆られるし、誘惑の海に溺れちゃう傾向がありますので、だから誘惑を断つっていうことも結構大事かなと思いますね。特にもうほんと固定費ですよね。固定費はね、めちゃくちゃ考えるべきですよ。うん、だから僕はネットビジネス絶対的におすすめできるのが固定費がゼロなんですよ。 本当にいつも思うんだけども、久保さんとこんだけやり取りしても0円なわけですよ、コスト。月額コストも0円ですよ。こんなないですよ。<laughs> でもスキルアップはするし、資産は貯まるし、ね、アクセスが集まる一つの資産になるじゃないですか。でも0円なんですよ、維持費がね。これはね、僕はね、もう鬼のごとく死ぬまで鬼のごとくやっちゃった方がいいと思うんですよね。うーん。 で、あとはリストマーケティングですよね。万が一 YouTube が赤番食らったとしても YouTube を活用してリストを獲得していれば何の問題もないので。そう。でもこれ YouTuber の方はね、赤番食らったらもうその時点で終わりみたいになっちゃうんで。だから YouTube を圧倒的に活用してそこから顧客を獲得していく。で、ファンを作る。これをやっとけばもう間違いないんですよ。僕も実際に昔 YouTube の赤番食らったことあるんで。でも影響なかったですからね。それはなんでかっていうとリストマーケティングやってるからです。 だからリストマーケティングはね、僕はね、本当もう間違いないなと思ってますし、コストもかかんないし、あらりほぼ100%だし、なんでみんなここに全ベッドしてないのかなと思うんですよね。全集中を。いつも思いますね。まあ教えてるっていうのもあるんだけども、まあ相対的に見てもこんなビジネスはないので、うん。確かに難しいことも多々ありますよ多々あるんだけども、まあ久保さんも今の局地に行けたのは、 それをやったからですからね。そこで軍資金種銭作ったからですよ。だって自己アフリートのセミナーでもねあの初、初動でなんだ、80万でしたっけ ?80 万ぐらい売り上げ作ったわけですよ。ねじゃあその、まあ、セミナー会場費ね、100万のところ借りたのかっていうと、久保さん多分ね、1万円以下ぐらいだと思うんですよ。<laughs> じゃあ1万円以下ぐらいのセミナー会場でね、80万ぐらい上がるわけじゃないですか。で、喋ってることをね、こう自己アフリートのやり方を教えるっていうね。うん、それだけですよ。ね、そこからスタートなんですけど。 だからね、まあ、やった方がいいと思うんですよね。いってらっしゃい。